まだかなまだかなって美坂は美坂は病室であの人を待ちわびてみたり、経過観察の検査もそろそろ終わるはずだよねって美坂は美坂はそわそわしてみたり、ダーリ今日はさっさと飯食って寝るか。ああ、お前来てたのかよ。うん、お帰りなさいって美坂は美坂は新妻っぽくお出迎えしてみる。ご飯にする？それともご飯にする？それともご飯って美坂は美坂は選択肢を強要してみたり。ああ、そんなに腹減ったのか。もうそうじゃないってばって、美坂は美坂は分からず屋のあなたに腹を立ててみたり。結局お前は何が言いてんだ。とにかくこっちテーブルまで来てって、美坂は美坂はあなたの腕を引いてみたり。じゃじゃーん、ほらこのテーブルの上の素敵な料理見てって、美坂は美坂は自信作を披露してみる。なんだこりゃ。見ればわかるでしょって美坂は美坂は料理名をあえて伏せてみたり。黒く焦げた丸まった球体、まさか何かの肉塊か。食事の前にそういうワード言わないって美坂は美坂はたしなめてみたり。まあ間違ってはいないけど、そうじゃなくてって美坂は美坂は言葉を濁してみたり。ああ、もしかしてハンバーグか。あ、やっぱりわかった、正解って美坂は美坂は喜びで舞い上がってみたり。なんでこんなもんが。これはお前が作ったのか。そうだよって美坂は美坂は自慢げにうなずいてみたり。まあちょっとは手伝ってもらったんだけどねって美坂は美坂は正直に告白してみる。んだそれ、シスターズどもとでも作ったってことね。うん、でもでも実際に料理したのは美坂だけだし、美坂が作ったと言っても過言ではないんだよって美坂は美坂は両手を腰に当てて目いっぱい胸を張ってみたりそうかよ。ということで冷めないうちに早く食べて食べてって美坂は美坂はせかしてみる。まあ朝から検査で腹も減ったしな、食ってやるとするか。うふん、ご自慢のお手製だよ、さあ召し上がれって美坂は美坂は自信たっぷりに言ってみたり。こんだこれ、バカみてえに逃げるぞ。お前何入れやがった。はい、その隠し味にってあなたが好きなコーヒーを。バカかお前は、料理は単純な足し算じゃねえだろうが。つか人に食わせる前に味見ぐれえしやがれクソガキが。ごめんなさいって美坂は美坂はシュンとしてみたり。でもそんなにダメだったのかなって美坂は美坂は不思議に思いながら一口食べてみる。クソガキが、だから言っただろう。すごく苦いね。美坂は美坂は笑いをこらえきれなくなってみたり。そうだろうよ。で、なんでお前まで笑ってんだ。本当だ、なんでだろうって美坂は美坂は首をかしげてみる。なんだかこういうのっていいなって、美坂は美坂は幸せを感じてみたり。え、何言ってんだお前。どうして自分で作ったもんがまずすぎて頭のネジでも緩んじまったか。そうじゃないってば。いいなって思ったらつい笑っちゃっただけなのって、美坂は美坂はまだ笑顔があふれてしまってみたり。お前な、何がそんなにいいとか言ってんだ。そんなの決まってるでしょ、あなたと一緒に笑って一緒に食べているってことだよって美坂は美坂は素直に伝えてみる。